1ヶ月のサッカーニュースを振り返る JFA マンスリーリポート1月編。まずは2020年東京オリンピックに臨む U22 日本代表。去年12月27日、平和について考えるブルーピースデイズプロジェクトの一環として、長崎の原爆死没者追悼平和記念館にファン・サポーターの皆様から届けられた折り鶴を献納した。そしてその翌日に行われたジャマイカ戦では、 U22 日本代表が躍動。5分、中山雄太選手のフリーキック、鮮やかにゴールを決めると、ここからゴールラッシュ。16分に旗手怜央選手が鮮やかなボレーシュートで追加点。17分には前田大然選手がゴールを決めるなど、合計8選手で9ゴール。失点もゼロに抑え、9対0で快勝。いい形で2019年を締めくくった。しかし年が明け、1月8日からタイで行われた AFCU23 選手権で、日本は初戦でサウジアラビアに敗れると、続くシリア戦でも敗れてグループステージで敗退。結局この大会1勝も挙げることができず、課題の残る結果となった。続いて12月29日に行われたJFA 第43回全日本 U12 サッカー選手権大会決勝。柏レイソル U12 に先制を許した水色のユニフォーム、神奈川のバディ SC は23分、田中選手が決めて同点とする。34分には左サイドのタッチライン際をドリブルで攻め上がったハチリ選手のゴールが決まり、逆転に成功。さらに37分、コーナーキックから最後は同点ゴールの田中選手が決め、ダメ押し。3対1としたバディ SC が9大会ぶり2度目の優勝を飾った。高円宮杯 JFA 第31回全日本 U15 サッカー選手権大会。青のユニフォームガンバ大阪ジュニアユースはサガン鳥栖 U15 に対し、開始わずか4分、ロングパスに反応した鈴木選手がループシュートで決めて先制。さらに22分、左サイドからのボールを受けた南野選手がシュート。これが決まって2対0、ガンバ大阪ジュニアユースが7大会ぶり4度目の優勝を手にした。こちらは JFA 第25回全日本 U15 フットサル選手権大会。静岡の静南 FC と北海道の 3S ジュニアユースの決勝は、互いに譲らず2対2のまま延長戦へ。すると延長前半終了間際、静南 FC は寺浦選手がシュート。これが決勝点となり、初の日本一に輝いた。一方 JFA 第10回全日本 U15 女子フットサル選手権大会決勝、北海道の十勝 FS リトルガールズに対し、水色のユニフォーム東京の十文字中学は9分に太田選手が先制ゴールを挙げると、後半に3ゴールを挙げるゴールラッシュ。4対0で快勝した十文字中学が2大会ぶり3度目の日本一となった。第28回全日本大学女子サッカー選手権大会、日本体育大学と早稲田大学の決勝は、青のユニフォーム日本体育大学が10分、この選手のゴールで先制。さらに40分、奥津選手が追加点。2対0で勝った日本体育大学が2大会連続18度目の優勝を果たした。第98回全国高校サッカー選手権大会決勝。連覇を狙う青森山田に2点をリードされた静岡学園だったが、前半終了間際に1点を返すと、後半2点を奪って逆転。24大会ぶり2度目の優勝を飾った。一方第28回全国高校女子サッカー選手権大会決勝は、静岡の藤枝順心が鹿児島の神村学園を1対0で下して、2大会ぶり4度目の優勝を果たした。
JFA 第23回全日本 U18 女子サッカー選手権大会、ジェフユナイテッド市原千葉レディース U18 と東京の日テレメニーナとの決勝は1対1の同点で迎えた67分、後方から上がってきた北村選手が豪快なミドルシュート、これが決勝点となり2対1で勝利した千葉が2大会ぶり2度目の優勝を果たした。皇后杯 JFA 第41回全日本女子サッカー選手権大会決勝、日テレベレーザが田中美奈選手のゴールで浦和レッズレディースを1対0で破り、3大会連続14回目の優勝を飾った。新しい国立競技場で行われた天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会決勝、クラブ史上初のタイトル獲得がかかるヴィッセル神戸は前半18分、酒井豪徳選手がボールを奪うとホドルスキ選手が強引にシュート、これがオウンゴールを誘い神戸が先制する。さらに38分には藤本則明選手が流し込んで2対0、このまま逃げ切った神戸が天皇杯初優勝、クラブ初のタイトルを獲得した。日本サッカーが世界に勝つために、さまざまな角度から検証分析していくテクニカルリポート。今回は昨シーズン関東大学サッカーリーグ戦一部、総理大臣杯、さらに全日本大学サッカー選手権大会の3冠を成し遂げた明治大学体育会サッカー部の栗田大輔監督を招き、明治大学サッカー部の強さの秘密や栗田監督の指導論、そして大学サッカーの未来について聞いた。インタビュアーは栗田監督と同じ静岡県出身のサッカー解説者松原芳香。10年ぶりですか。はい。でも大学サッカーにおける主要な大会、もう総なめですよね。すべてリーグもそうですし、はい、これはどうしてでしょう。いや、終わってみれば本当にすべてのタイトルが取れてたってことなんで、本当に選手が頑張ったってことだと思うんですけれども、やってる中では本当に楽な試合一試合もなかったですし、もう本当に毎試合毎試合を全力で取り組んできた結果が、最終的になったんですが、振り返るとチームが目指していることとか、僕がやりたいサッカーとかっていうのをやっぱりこうスタッフも選手もやっぱブレずに1年間やり続けた結果かなと思います。どの大会が一番難しかったとっていうのはありますか。それぞれにもちろんあるんですけど、やっぱり年間を通じるとターニングポイントとなっているゲームってやっぱり何本もあって、はい、例えばですけど、もちろん天皇杯今年出させてもらったんですけども、東京都の学生トーナメントの初戦、やっぱりあれってシーズンの一番最初の公式戦なんで、やっぱそこをやっぱまず勝つっていうのはすごく大事なことで、そこに中央大学に勝ったんですけど、そのゲームとか、あと天皇杯の予選の時に武蔵野シティさんと準決勝でやったんですけど、先制されてもうがっつり守られまして、で本当にラストに追いついて逆転してっていうゲームとかいろいろありましたね。なるほど。どのようなことを追求してトレーニングってされてるんですか。僕のコンセプト的にもやっぱり個人とチームっていう2つはやっぱり常にこう頭につなげながらやってるんですけど、やっぱりサッカーって11対11のスポーツなんで、まずやっぱり強い個人っていうのをどんだけ成長させるかというか、日々鍛えるかっていうベースをまず作ることと、個人スキルの場所と、それとこう組み合わせた時にチームとしてどう連動させるかとかっていうあたりなんで、よくうまくて強いっていう表現と強くてうまいっていう表現は同じ言葉を入れ替えてるだけなんだけど、ちょっとこうニュアンスが変わるというか、うちはどちらかというと強くてうまいサッカーっていうのを追求しています。はい。どこからそういうふうに思われたんですか。強くてうまいっていうのはやっぱり基本的には僕もずっと静岡の清水の出身で、昔から戦うサッカーとかというところのベースのところでやったんで、やっぱり勝ち負けに対するこだわりが強いんだと思うんですが、やっぱり世界と戦っていく中でも最後
レベルが上がれば上がるだけやっぱりこう国対国の戦いだったり、ワールドカップ見てても最後は戦いになってくるんで、やっぱりまずはこう強い個人というところをやっぱり作っていくのがベースなんだろうなと、そんなことを思ってます。ではあの栗田監督が指導する上で気をつけていらっしゃることって何ですか？やっぱりマネジメント的な部分というか、いわゆるその精神的な部分とサッカー的なところっていうのがあると思うんですけど、まずやっぱりベースとしているのはもう本当に平等だということですね。やっぱりこう基準を明確にして、やるべきことを明確にして、事象に対しては怒るし、やっぱり事象に対してはしっかりと指摘するけれども、その精神的な部分では常に選手に対しては平等にっていうところはもう僕のポリシーというか徹底してます。それとサッカーのところはやっぱりこう選手たちが迷わないように、こうやるべきことをまず明確にすること、それとあのストーリー性をやっぱりこう一応いつもイメージしてます。例えばトレーニング1から入っていくんですけど、最終的に何をやりたいんだっていうところにしっかりつながるように意識をしたりとか、あの全員が同じ映画を描けるようにとかっていうのはいつも意識してますね。全体人数 何人ぐらいいらっしゃって？部員自体は60名前後です、毎年。でどのような60名に対してマネージメントを栗田監督がどの部分を見られてとか何かあるんですか？部員が一学年15でそんなに多くないもんですから、ただ明治の選手は、トップとセカンドという 2チーム構成で分けてますけど、全ての選手がトップチームのリーグ戦に出るってことを目標にやってると、そこをまず矢印を向けるってことと、あとチームのあるべき姿とか、明治としてやっぱり譲れないラインとか立ち戻れる場所っていうのをまず初めに明確に打ち出して、そこ全員が追求するっていうことをやってます。平等っておっしゃってましたけども、一番最初のトップから60番目の選手まで同じような意識になってるんですか？明治の特徴はそこにあって、60番目の選手が一番やる環境を追求しようと。組織ってよく例えば2、6、2とかっていうふうに分かれて、一番下2はやんなくなっちゃうとか、でその2がいなくなってもまた2、6、2が生まれちゃうとかってあるんですけど、極端なこと言うと明治のチーム、今の大学のチームは7-3-0みたいな、そのぐらいの極端ですけど、7やって3普通で0やんないみたいな、なんで3のやつもやれやれっていうような空気環境づくりがチーム内で起きてる、いいチーム内の競争とか、あと自分たちのチームに対する愛情とか、やっぱここの先輩が築いてきたものを継承しようとかっていう意識が学生間で起きているところが強みだと思います。栗田監督は2015年に明治大学の監督就任以来、数多くのタイトルを獲得し、さらにプロの世界でも通用する選手を育ててきた。その栗田監督が考える成長する選手とは？これ何でもそうだと思うんですけど、まずやっぱりこう、明るさとかポジティブさとか前向きな姿勢っていうのはベースにありながらも、やっぱりこう心があるとか、心のある選手、サッカーなんで常に謙虚に謙虚にしてても自分を出せなかったりするんですけど、謙虚かつ貪欲というか、そこに対してやっぱり聞く心がある選手とかっていうのは、自分の壁をこう打ち破っていく作業ができると思うんですね。で、自分をやっぱり知ってる選手っていうんですかね、自分のことをやっぱり分かっていて、それでいて人の意見を聞き入れていくと、そこの壁を破っていくのって結構大変な作業だと思うんですけど、人間でもそこに対してやっぱチャレンジし続けられる選手っていうのは本当に修正能力が高いというか、サッカーも何でもそうですけど常にこう修正の繰り返しになるので、やっぱそこの修正能力が高いところがつながるのかなと思いますね。なんか栗田監督とお話しさせていただいてると、なんか包み込まれそうな感じがしますね。すごい、明治大学に入る選手っていうのは、高校サッカーに出ました、もしくは J 株にいました、そしたらこちらの方はそのままプロになります。そうじゃない子たちが仮にこう明治大学に来ました、この4年間、それから J リーグに入ったこの18から22までの4年間、ここっていうのはこの明治大学の子たちってのはどういうところを意識してるんですか？人間性の部分と、あとはやっぱりサッカーのところと、やっぱり とことん鍛えられるというか、イメージとして結局失敗をしてもリカバーが効きますから、
でやっぱり失敗と成功の繰り返しをどれだけ、まあ、量と質を求めてやっていけるかっていうのが大学の強みなのかなと。例えばプロになるとやっぱりもう生活していかなきゃいけないですし、やっぱりこう契約の中で動いているので、まあ、そこの厳しさは全然違うと思いますけれども、やっぱりこう4年間の中で例えばある A という選手は4年後の絵をしっかりと描きながらこう育てていける、そこに対して首は基本的にはないと思うので、まあ、そういった部分というのは、まあ、大学というのはいいこうカテゴリーなのかなというふうに思います、ね。はい、栗田監督というと異色の経歴をお持ちなんですよね。はいはい、で企業人でありながらそれからご自身のクラブもの代表もされていると、はいはい、この辺っていうのはあの今のサッカーに生かされてますか？まあ、もちろんあの、まあ、私はあのサラリーマン生活が長いのでと、うん、いうかサラリーマンなので、あのそういう意味でこう社会からどうサッカーが映ってるとか、まあ、もっと広く言えばスポーツがどういうふうに社会から見られているとか、うん、スポーツの価値ってどういうところにあるんだっていうのが逆な意味で見えるところがあるので、意外にあのサッカーの現場だけで今逆に明治の監督っていうだけでこうずっといるときはあの内側から社会を見るんですけど、やっぱり社会の常識とあのサッカーの常識っていうところはお互いに当たり前ではないので、そこの接点とか価値とかっていうところがやっぱり映るところは大きいのかなと。それとあのまあ組織のマネージメントというか組織論とか、まあ私も業界的にもあのそういったこうチームで何かを作り上げていくっていう業界にいるので、あのそういう意味ではあの一人の人間だけでは物事はこう成し遂げられない、だからみんなでこう同じ矢印向かって、こう意見を出し合いながらいいものを作っていくっていうところ の繰り返しをしているので、そういった部分は生きてるんじゃないかなと思います。大学経由でプロに行くことの利点ってどんなことですかね？あのもう現在やっぱり世界というのが近いですし、もちろんもうスーパーな選手、久保選手みたいな、はいはい、どんどん海外行った方がいいと思うんですね、ですけど全員が全員そうはならないと思いますので、あの一つやっぱり、道筋として大学というのは日本の独特な、まあ、特徴だと思います、うんうん、であのやっぱり高校まではどちらかというとこう義務教育終わって、まあ、管理型の教育を日本はしてるし、うん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 、あのいくら自主性といってもやっぱりまだまだこういろいろな規制とかいろいろな環境の中で管理されていることが多いんですが、大学はやっぱりこう20歳を境にやっぱり自立とかあと決断とか判断とか、まあそこに責任も伴ってきますし、であとやっぱり時間が多くあるので、このサッカーのやってる時間って2時間とか多くても3時間だと思うんですね。それ以外の時間をどうコーディネートしていくかによって自分の幅がどんどん広がっていくと思うんですね。でもちろんこう大学生活になればサッカー以外の、まあ、ゼミをやってる学生だとかいろいろな活動をしてる学生と触れ合ったり、就職活動して、自分が企業の面接行った時に実は何も喋れなかったとか、いろんなことを知れるいい機会が多いと思うんです、でその上でまたプロに行くってなると、やっぱこう人間性の部分がこう磨かれていたり、あと、まあ、チームの中でこう自分が何をしなければいけないんだみたいなのがこう明確になったりとか、あと犠牲心とかっていうものがこう生まれてくるんで、そこが大学の大きな役割なのかなと思います。もちろんサッカーにおいてはあの各大学とか各指導者の方がいろんな取り組みをしてるんで、まあ評価するのはもうプロの方とか教科部の方がこういい選手は上がっていくと思うんですけど、その中身の部分というのはだいぶ変わるんじゃないかなと思います。はい、あの先ほどトレーニングは2時間3時間っておっしゃってましたけど、はい、それ以外 の時間が重要であると、はい、そこってあの明治大学としてはどんなことをされてるんですか？あのまずベースとして学校に全員当たり前ですけど学生なんで行けと、というのがベースにあるんですね。なんで朝6時から練習やりまして、朝練をやって、で終わってから一限に向かっていくと、でもう本当に普通に単位を取り、あのゼミにも入って就職活動もすると、それと同時に当然時間ができてくる上級生になると、もう各自にも時間を任せて、もちろん任せてますけど、あの自分でトレーニングする者もいるし、本を読んだりいろいろな自己検査を務めている者もいますし、でチームとしてはあの週に1回全体ミーティングというものを開いて、でそれはもうサッカーとちょっと切り離れて、まあ、切り離れてというよりも、
僕のやっぱりこう経験の社会での経験とか、もしくは周りで社会で活躍されてる方なんかを呼んで、はい、もう話をしてもらってこう考え方の幅を広げたりとか、そんな活動は独特にやってます。先日も南アフリカのある方と話を来てもらって、ミーティングで話してもらったんですけど、南アフリカのってすごくこう犯罪の多い国 で、 そ う、 で、 す、ね、でそういう中で日本人が働いてると、うん、でもテレビをつけた時に日本代表が試合をやったり J リーグの試合を見ると本当に元気をもらったり勇気をもらえるんですと。で大学生、明治の学生ってそこにある意味近い存在の学生ですよねと、うん、だから あなたたちの影響力ってものすごいでかいんですよみたいなことをこう直接伝えられたりすると、なんかこうもっとやんなきゃとか、もっと自分が与えられる影響ってでかいなとか、立ち振る舞いとかそういうところに変わってくるのかなと思います。はい、なるほど、ね、そういうのがこのサッカーの中にこう出てきてるっていうことですよね。そうですね、はあ、それでは大学サッカー発展のための改善点っていうのはありますか？まあ、2つあると思うんです、はい、2つあります。で1つは、大学サッカーというものがまだまだやっぱりこう人の目に触れる回数が少ない、うん、なので本当に今大学生、各大学いろいろな取り組みをしたり、本当の意味でオンザピッチとオフザピッチを追求して、取り組んでいるので、大学生がこう全力でこうやっていく姿勢っていうのはすごくこう伝わるものがあると思うんです。でもなかなか集客とか、うん、いろいろな意味での目に触れる機会が少ないので、実際にラグビーの、はい、例えば早稲田対明治の試合は5万7千人が新国立で入ってましたけど、ね、インカレの決勝はなかなかそうはいかない。なんでやっぱそういった部分でいろいろな意味の人の目に触れると、やっぱ自覚とか責任感とか、うん、そういったものにつながるのかなと思います。それとやっぱり大学全体でいうと当然強化している部はいいんですけれども、それ以外の、裾野が広いという意味ではなかなか予算の関係あったり指導者の方がいなかったり、サッカーをやりたくてもなかなかこう強化というよりもどちらかというと楽しみの方が、ウェイトが大きくなっちゃってる大学もあると思うんですけど、はい、そういう中にもやりたい選手っていっぱいいると思うんですね。なんでそういった環境面の整備っていうのはもっともっと必要なのかなと思います。でサッカー的にはですね、今アンダー18日本代表とか、はい、高体連の方はどちらかというと J リーグの下部組織と高体連のチームというのはある意味で同じ傘の中できちっとこうフラットな状態でこう見られているようなところがあるんですけど、なかなかアンダー23ってなるとまだなかなか、例えば何かの国際大会は J リーグの選抜で行こうとか、大学っていうところがまだ J とこうちょっとこう違うものとしてアンダー23というものが見られていて、そこが一個の傘の中でしっかりとフラットな状態でこう見られていくと、もっと活性につながるのかなと。今の本当に森保監督になって、例えば先日も旗でレオ選手とか田中俊太選手とか三笘薫選手とかいろんな選手がこう交流があって、でいろいろな意見交換の中で大学サッカーっていうものがしっかりクローズアップされてきてるんですけど、あとプロに行く選手も実績がこれだけ大学からプロに行く選手も多いので、アンダー23という一個の傘の中である例えば国際大会は大学選抜で行ってもいいんじゃないかとか、例えばそんな取り組みも面白いと思いますし、そこの部分のフラットさというか、同じ傘の中で見ていくことがまた日本のサッカーにつながっていくのかなというふうにも思います。監督が今まで約5年、はい、指導されてきた中で何が一番きつかったですか？やっぱり昔とやっぱ大会も全然変わってますし、はい、そのリードしていく存在であり続けるというか、その大学サッカーをやっぱりこう引っ張っていく存在っていうのを常に意識して選手もやってるので、っていうのと、あとやっぱりこうモチベーションの非常に高い選手たちをどういうふうに引っ張っていくかっていうのはすごく意識してます。例えばこれが 弱くなっちゃって負けていくと当然選手って不安になると思いますし、自分がやってることが正しいのかとか、そういった部分っていうのはある意味ブレてきちゃうので、やっぱ常に全員が 100% で追求できる環境とか、やっぱり彼らがそうでありながら大好きなサッカーで次の世界にこう羽ばたいていきたい
まあ、野手を持ってますから、うん、そこに応えるだけの、まあ、こちらも勉強とか、いろいろなチャレンジとかっていうのをやっぱり常にこう やっていかなきゃいけないので、やっぱり何でもそうですけど、ある満足があると人間って成長止まっちゃうと思うんですね、うん、なんでそこからどう進化させるかとか、あの守るべきものとか譲れないものを作りながら、どういうふうに進化させ続けるかっていうのが、まあ、一番こう僕の厳しいというかテーマですね。ある意味そこもやりがいなのかもしれないですよね、うん、そうですね、うん、監督今日はありがとうございました。ありがとうございました。